はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ヘルカイザーリュウです。さあ本日なんですが、ストラクチャーにて登場したサイバーダークとね、表のサイバーを合体した表裏合体サイバーリュウ組んできたのでご紹介していきたいなというふうに思っております。ストラクチャーで登場したね、このねサイバーダークエンドドラゴンっていうモンスターがめちゃくちゃかっこよくてめっちゃ好きなんですよ。こいつね、サイバーエンドとサイバーダークを合体したよっていうデザインもなんかすごいかっこいいじゃん。なんかこの感じね、まあ、乗っただけ融合みたいなとこあるけど、まあ、俺は好き。で、このサイバーダークエンドドラゴンがどういう効果を持ってるかっていうと、融合召喚条件はサイバーダークドラゴンとサイバーエンドなんだけど、これ自分の効果で出せるんですよ。サイバーエンドドラゴンを装備した自分のレベル10以下のサイバーダーク融合モンスターをリリースすると出せるよっていう。まあ、この効果を使って基本的には出していきます。で、どういう風に出していくかっていうと、サイバーダークドラゴンってやつがいて、これ特殊召喚に成功すると自分の墓地の機械族かドラゴン族を装備できるよっていう効果を持ってるんですよ。だからこいつでサイバーエンドも装備して、でそいつをリリースしてこれを出していくっていう。でこいつのね効果がねめっちゃ強いんですよね。1番目、このカードは相手が発動した効果を受けない。これがめちゃくちゃ強い。まあ、何にも受けないと。で一旦に一度自分または相手の墓地のモンスターを装備することができると。でこのカードは、装備モンスターの数だけ、バトルフェッチに攻撃できる。まあ要は1回1個装備してたら1回、2個装備してたら2回、3個装備してたら3回、5個装備してたらグーレンダーができるという感じですね。で、このサイバーダークエンドドラゴンにカードを装備していくカードとして、まあ、ユニオンキャリアっていうモンスターが非常に相性がいいと。で、今回のこのサイバーダークエンドドラゴンを先行で出していく動きをしていくんですけども、これをね、していく中でね、何を装備したらいいかと。ユニオンキャリアとサイバーダークエンドを出していくんだけど、まあ、何を装備したらいいかっていうと、やっぱりね、結局ガチ環境では、まあこれ一択かなっていう感じがしますね。破壊剣、ドラゴンバーサーブレード。これ装備されていると、エクストラデッキからね、相手はモンスターを特殊ができないよっていう効果があるんで、まあこれを装備していくのがランクまでは一番いいと思う。で、エンジョイ対戦とかお友達と対戦するときは、この、機構は岩盾の谷菊っていうモンスターがいるんだけど、これを装備するのがおすすめ。これは、これちなみに、対戦動画では多分俺どっちも入れてるんだけど、このモンスターは、墓地からこのカードを除外すると攻守が同じ機械族を特殊召喚できるよっていう効果があるんですよ。これでサイバーダークネスドラゴンももう一回特殊召喚して、でもう一回サイバーエンド装備してもう一回出すっていうことができるんで、だからこのセットが、一応入ってますっていう感じなんですよね。で、動かし方はね、まあ、対戦とか見ていただければ分かるんですけど、基本的には3枚コンボです。だから、ね、結構ね大変なんですよ。でしかもね誘発全部踏みます。めっちゃきついです、まあ、エフェクトベイラーとか無限包容とかウララとか全部踏むんで、増殖する G はね、そこまでね、めっちゃ特殊召喚いっぱいするわけじゃないから、そんなになんだけど、この効果無効系はめちゃくちゃきついんで、まあ、これを墓穴とかマスタツで頑張って処理していくしかない。で、今回のデッキ見ていただければわかるんですけども、ものすごいね、枠がないんですよね。表裏をね、どうしても合体したくて、俺は。で、機械複製術とかも入れたかったから、こういうカードバンバン入れていくとね、もう枠がないんだよね。マジで枠ないの。だから、どっちかに寄せると、まあ、裏に寄せるとか、すればもうちょっと、なんか、なんだろう、枠が余ると思うので、誘発とかはちょっと多めに詰めるかもしれないですけど、まあ、僕はちょっとわがまま構築なので、ちょっと今回で勘弁してくださいって感じですね。で、その3枚のコンボパーツは何かっていうと、サイバードラゴンコアか、エマージェンシーサイバーどっちか、と、魔法トラップカードと何でもいいです。魔法トラップカードどれか。これサイバーダークキメラの効果でね、パワーボンド触ってる時にいるんで、コストでね。で魔法トラップカードどれかと、それから、表か裏のサイバーどれか。っていうコンボパーツ。だ意外とね、コンボパーツは割とその何でもいいみたいなところがあるんで、魔法トラップだったら何でもいいし、サイバーだったら何でもいいっていうのがあるんだけど、結局ね、コアから入れれないとちょっと弱いかなっていう気はしますね。はい。そんな感じ。動かし方もね、ぜひね、ご覧いただいて、このサイバーダークエンドドラゴンのかっこよさを、ね、皆さんに体感していただければと思います。デュエル。スタンバイ。怖怖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 怖。あ、オッケー、怖かった。伏線丸、これは強い。まずはサイバードラゴンコアを召喚。表裏一体サイバーリーのパワーを貴様にお見舞いしてやろう。まずはサイバーまたはサイバーティックマジックトラップカードを1枚手札に加えていく。おったのか言わせねえのか。機械伏線術を発動。機械伏線術の効果によりサイバードラゴンコアはサイバードラゴンとして扱うため、デッキよりサイバードラゴンを特殊召喚できる。そしてレベル5の機械族モンスター2体でオーバーレイエクシーズ召喚サイバードラゴンインフィニティ。うわー、あ、これちなみに先にこれをね出すことによってニビルとかをケアできます。そしてサイバードラゴンノバ1体でオーバーレイネットワークを再構築エクシーズチェンジ現れよサイバードラゴンインフィニティ。
ギャギーこれかっこいいよね。この召喚ムービーめっちゃ好きなんだよな。そしてサイバナティックホライゾンを発動。手札より手札とデッキより光または闇のサイバーを墓地に送ることによって、デッキよりサイバーモンスター1体を手札に加えることができる。これによってサイバーダークキメラを手札に加え、そしてサイバーエンドドラゴンを墓地に送る。さらにサイバーダークキメラの効果発動。墓地に送られた場合、墓地に存在しないサイバーダークモンスター1体を墓地に送ることができる。そしてサイバーダーククロの効果発動。サイバーダーククロの効果によりサイバーダークマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。そしてサイバーダークワールドを発動。サイバーダークワールドの発動時の効果処理としてサイバーダークモンスター1体を手札に加えることができる。これによりサイバーダークカロンを手札に加えていく。そしてサイバーダークカロンの効果発動。サイバーダークカロンの効果によりサイバーダークモンスター1体を手札に加えることができる。これによりサイバーダークキメラを手札に加えていく。そしてサイバーダークワールドの効果発動。このカードはサイバーダークモンスター1体を手札より召喚することができる。現れよサイバーダークキメラ。そしてサイバーダークキメラのモンスター効果発動。サイバーダークキメラはマジックトラップカードを1枚手札から捨てることによりデッキよりパワーボンドを手札に加えていく。俺は絶対に負けたくない。俺はサイバーダークキメラとサイバードラゴンコア2体でリンク召喚。現れろユニオンキャリア。そしてサイバーダークキメラの効果により今墓地のモンスターもパワーボンドの効果により融合さにできる。行けパワーボンドの効果発動。パワーボンドの効果により墓地に存在するサイバーダークモンスター5体の魂を冥界より除外し現れろ外国竜サイバーダークレストラゴン融合召喚。そしてサイバーダークレストラゴンの効果発動。墓地に存在するドラゴンまたは機械族モンスターを一体このカードに装備することができる。このカードの攻撃力は装備したモンスターの攻撃力分アップする。そしてサイバーエンドドラゴンを装備したサイバーダークネスをリリースし現れろ外交流サイバーダークエンドドラゴン。そしてユニオンキャリアの効果発動。ユニオンキャリアの効果により外交流サイバーダークエンドドラゴンにドラゴンバスターブレードを装備。そしてサイバーダークエンドドラゴンの効果発動。相手または自分の墓地のモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備することができる。これによって6000打点となりサイバーダークエンドドラゴンの効果は相手が発動した効果を一切受けない。つまり相手が発動した効果を一切受けない6000打点ということだ。これは最強だこれが表裏一体サイバーのパワー。ちなみにインフィニティのここで一回無効にすることもできるぜ。おっとそいつは無効にした方がいいんじゃねえか。2枚半ですわ許さねえ。サイバードラゴンインフィニティの効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い相手の発動した効果を無効に破壊することができる。あちなみにもう妨害ありませんもう妨害はありません。ただドラゴンバスターブレードが装備されているため相手はエクストラデッキからモンスターを出すことができねえぜ。これが最強表裏サイバー竜圧倒的対魔拒否盤面。おっとそんなもんでいいのか。そんなもんでいいのかおいまあこうなるんですよね。表裏サイバー竜ぶん回ると相手は何もできねえ。さあユニオンキャリアの効果。ユニオンキャリアの効果によりサイバーダークエンドドラゴンにもう1枚カードを装備させてもらうぜ。何あちなみに禁じられた人しずくの効果も受けません。あの何の効果も受けないんで相手が発動した効果受けないんでサイバーダークエンドドラゴンさんは人しずくさえも効かないということだけは言っておこう。ほう貴様テキストをしっかり読んでいるな。やるじゃないか。だが俺は絶対に負けない。まずはサイバードラゴンネクステアの効果発動。ネクステアの効果によってこの謎の回路墓地の国このモンスターを特殊召喚。そして俺は効果を発動しない。そして俺は2体の効果モンスターでリンク召喚。現れろプラネタアバランチベルテアラコンダ。さらに墓地に存在するこの謎のカエルの効果を発動。このカードはゲームから除外すると墓地に存在する攻守が同じ機械族モンスター相対を特殊召喚できる。冥界の扉を突き破り蘇れサイバーダークネスドラゴン。サイバーダークネスドラゴンの効果発動。自分の持ちのサイバーエンドドラゴンを装備。そしてサイバーエンドドラゴンを装備したサイバーダークネスドラゴンをリリースし再び融合召喚。あらろうサイバーダークエンドドラゴン。
もちろんこのモンスターも何の効果も受けないぜ。そしてサイバーダークエンドドラゴンの効果発動。サイバーダークエンドドラゴンの効果により、相手の墓地または自分の墓地のモンスター一体を装備することができる。もちろんこの効果に名称単位じゃついてないため、このモンスターにも装備することができる。お前の墓地のモンスターはいただいた。さらばだ歴戦のデュエリストたちよ。さあプレデタープラッツ、プレデアゴンダの効果発動、フュージョンまたは融合魔法を墓地に送ることによってそのカードの効果をコピーする。俺はサイバードラゴンとサイバードラゴンの魂をゲームより除外し、あらららう融合召喚、キメラテックランページドラゴン、これが表裏一体サイバー流。ちなみに今全部で1,2,3,4,5,6,7,8,9回の攻撃が可能、9連打だ。いくぞバトルフェイズ、エターナルサイバーダークエボリューションバースト9連打俺は絶対に勝利する。勝利のみをリスペクトしてるからな。あーいけーそうだな、いけそうだな。サイバーダーククロー発動。サイバーダーククローの効果によってサイバーダークワールドを手札に加えていく。そしてサイバーティックホライゾンの効果発動。サイバーティックホライゾンの効果によりサイバーダークキメラを墓地に送り、デッキから墓地に光属性のサイバーモンスター一体を墓地に送り、サイバードラゴンコアを1枚手札に加えていく。そして俺はエクストラデッキから墓地にサイバーエンドドラゴンを送らせてもらうぜ。そしてサイバーダークキメラの効果発動。サイバーダークキメラの効果により、墓地で存在しないサイバーダークモンスター一体をデッキから墓地に落とすことができる。そしてサイバードラゴンコアを召喚。サイバードラゴンコアの効果発動。サイバードラゴンコアの効果によりサイバーまたはサイバーティックマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。これによってサイバーエマージェンシーサイバーを手札に加えさせてもらうぜ。そしてサイバーダークワールドを発動。サイバーダークワールドの効果によりサイバーダークモンスター一体を手札に加えることができる。これによってサイバーダークカロンを手札に加えていく。そしてサイバーダークカロンの効果発動。サイバーダークカロンの効果によりサイバーダークモンスター一体を手札に加えることができる。これによりサイバーダークキメラを手札に加えていく。そしてサイバーダークワールドの恐るべき効果を発動。このマジックカードの効果によってサイバーダークモンスターの召喚権が1回増える。あらあらろサイバーダークキメラ。そしてサイバーダークキメラの恐るべき効果を発動。このモンスターの効果により手札のマジックトラップカードを墓地に送ることによりパワーボンドを1枚手札に加えることができる。そして俺は機械族モンスター2体の魂をリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン。なんだサーキットコンバインって、そんな召喚方法は俺は知らんぞユニオンキャリアをリンク召喚。そして手札よりマジックカードパワーボンドを発動。パワーボンドの効果により墓地に存在するサイバーダークモンスターの魂を冥界より除外。この5体のサイバーダークモンスターの魂を除外し、現れろ外国にサイバーダークレストラゴン。そしてサイバーダークレストラゴンのモンスター効果発動。このモンスターの効果により、墓地で存在する機械族またはドラゴン族モンスターを一体装備することができる。サイバーダークエンドじゃないパターンいくか。これちょっと妨害ねえから、全く妨害がないためユニオンキャリアの効果でサイバーダークネスドラゴンの方に装備させよう。サイバーダークネスドラゴンの方にドラゴンバスターブレードを装備し、相手は次のターンエクストラデッキからモンスターを特殊召喚することができない。そしてエマージェンシーサイバーも一応発動しよう。エマージェンシーサイバーの効果によりサイバードラゴンコアを手札に加えさせてもらうぜ。コアでいいな。これで機械復生術とかね、次のターンに来てくれたら嬉しいんだけど、まあいい、これでエンドだ。機械複製術ってさ、あれ名前さ、なんかサイバネティックダブルマジックみたいな名前にしないサイバネティックダブルマジックみたいな名前にしてくれたら、ちょっとダブルマジ、あのサイバーの名前が入ってるからさ、サイバードラゴンコアでサーチできるんですけどね。さあどうする、無限砲よ。あーなるほどなるほど。サイバーダークネスドラゴンの効果発動。フィールド上の装備カードを1枚を墓地に送ることにより相手が発動した効果を何でも無効に破壊する。ちなみにこの効果に単一制限はついていないため、サイバーダークネスドラゴンに無限にカードを装備すればそれだけ相手のカードを無効にすることができるということだけ言っておこう。あ、ちなみになんですけども、あのめちゃめちゃ相性いいのはあれですね、あのサイバーダークエンドドラゴンに
あのシール装備するっていう。ちなみにシールを装備するとあのサイバーダークエンドドラゴンが、4000で大レースアタック2連打で来て勝ってます。一瞬で俺は負けたくないって言って一瞬でここまで来てきます。まあ、フラクトールとか、まあ、その辺はもう全然いいですよ。ドラゴンマスターブレードさえ外れなければ相手はエクストラ機からモンスター出せないんで、まあ、基本的にはこれで制圧できてるはずですね。基本的にはまあキットもどうでもいいです。まあなんか自由に動いてもらって構いませんけど、エクストラ機からモンスター出せませんよっていう感じですね。まあなんかご自由にどうぞ。はい、ユニオンキャリアはもう最悪しょうがないです。さあ残りライフは5300、ただお前のライフ8000は余裕で削り切れるぞ次のターンで。などうする本当か。でもなんか言うてあれか、サイバーダークネストラゴンだから微妙か今。さあエンドフェイズ俺のターン。俺は絶対に勝利する。俺は勝利のみをリスペクトする。サイバードラゴンコアを召喚。サイバードラゴンコアの効果発動。サイバードラゴンコアの効果によりサイバーまたは魔界の指名者。なんちゃって墓穴の指名者を抹殺すればいいんだろう。さあみんなこれが新しい召喚ムービーだ。召喚ムービー抹殺の抹殺2期召喚ムービー見てくれ。抹殺の指名者2期が爆弾するぜ。ヒュイーン。かっけえ。さあ墓穴の指名者は無効、よってサイバードラゴンコアの効果は有効。そして俺はサイバーダークワールドでいいか、サイバーダークワールドを手札から引く。そしてサイバーダークワールドの効果を発動。サイバーダークワールドの効果によってサイバードラゴンクロウを手札に加えていくぜ。そしてサイバーダークワールドの効果を発動。サイバーダーククロウを特殊召喚。そして効果モンスター2体でリンク召喚。現れろプレザープランツベルテアラコンダ。そしてベルテアラコンダの恐るべき効果をお前もよくご存知だろう。ベルテアラコンダの効果はフュージョンまたは融合カードの効果をコピーし、デッキからそのカードを墓地に送ることによってそのカードの効果を発動することができる。俺はもちろんオーバーロードフュージョンを選択。そして墓地に存在するサイバードラゴンコア2体の魂を冥界より除外し、あられろキメラテックランページドラゴン。キメラテックランページドラゴンのモンスター効果と、このモンスターが融合したいとしたモンスターの数までフィールドのマジックトラップカードを破壊することができる。残念ながら自分のカードも破壊できるけどな。キメラテックランページドラゴンの効果発動。キメラテックランページドラゴンはサイバードラゴンを墓地に送ることによってこのターンこのモンスターは3回攻撃をすることができる。バトルフェイスだ。俺は絶対に負けたくない。キメラテックランページドラゴン1連打、2連打、3連打、サイバードアクエストドラゴン4連打。うわー最強勝利超絶サイバー最強マンジ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 。さあハンドはまあかなり強いですね。これかなり強いですね。ちょっと墓穴と抹殺どっちかはコストにしないといけないと思うんですけども、まあ割とでもまあ相手言うはずなそうだな。まあまだゴールドからプラチナくらいだとそんなにはね、そこまでなんかガチガチに油圧めっちゃ飛んでくるっていう環境ではない気がしますけどね。最近なんかもうなんかいつも僕カム会っていうメンバーシップやってて、なんかそこのメンバーシップのみんなと戦ってるんで、なんかランクマ全然やってないんですけど、とりあえずなんかランクマは今はおそらくデストロイフェニックスガイがひたすら飛んでくる環境なんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうかね皆さんね。まあ、そのデストロイフェニックスガイさんに悩まされてる方いっぱいいるんじゃないでしょうか。まあサイバーダークエンドにこれ装備しよっか。ドラゴンバスターブレードやっぱねちょっとね若干やりすぎ感はあるね。そのなんかエンジョイ対戦だと、まあ、6000も割とだけど、ドラゴンマスターブレード装備するのはね、まあランクマのお友達に対してくらいかなっていう感じはしますね。何ヌメロンネットワーク、まあ、ヌメロンもなんか6000立ってればいけるんじゃね多分。6000立ってればなんか待てよ6000、でも相手反射ダメージ死ぬか。6000バーンってなって、いや待ってこれ死ねえこれ俺。1000立ってて1000立っててムン殴られて2000になって、いややばいかこれ。でも8000で殴られても死なないよな。あ6000しかねえ俺ライフ、やばい。これはね普通にやばいね。やばいやばい、ちょっとやめてください、勘弁してください。スカルデッド
え、スカルデット、ほう、じゃあ知らないか。なんかヌメロンでぶん殴ってくる形じゃねえんだな、このデッキ。何するんだ。あ、まあめちゃくちゃドローしてっけど。あ、セット、はあ、セット、セット、そんな伏せるそんな伏せる。ドンサウザンとの契約、あ、まあいいよ。ドンサウザンとの契約、打天使の追放、なるほど。ターンしろ、いや怖っ。ただまあ言うてサイバーダークエンドは何の効果も受けませんからね今。これ何デッキだよ。ギフトカード、あれ、運命の分かれ道。あー、その癖何、あと残り。あー、なるほど、負けかあれあれ、おかしいぞ。サイバーエンドドラゴンは、サイバーダークエンドドラゴンは何の効果も受けないはず。おい、サイバーダークエンド、俺のライフを守れ。うわー、お前何してんだ、役と立つか。